皆さん、こんにちは。エスペランサの伊藤です。今回のエスペランサ TV は第483回目のエスペランサ TV です。先週末は関東リーグ、たくさんの応援ありがとうございました。残念ながら、敗戦となりましたが、残り試合まだまだ、勝ちを目指してやっていきたいと思います。ハイライトを作っておりますのでご覧ください。どうぞ。これが体の強さ、いいプレーを一つ見せました。ホドリゴ・カベッタです。あ、そしてうまく前につけた。あ、右サイド、ソーデケイトだ。スピードがある。ペナルティエリアの中に侵入してくる。切り替えて右足だ。こぼれ球、右足だ。エスペランサ対策よく先制。抜けてきた。奈良本だ。見事な追加点、エスペランサ。なかなか得点もちょっとうまく取れていないというような感じ。おっと、これはちょっとミスになって、おっと最後は古市翔太が倒してしまいました。エスペランサ、ここはもったいない PK 現状。おっと、今レッドカードが提示されています。しっかり返って笛が鳴って、ああ決められてしまった。まず1点返してきます。アベンクーラ川口、今度は今のしながら可愛い場面が取れればというところから、ここはアベンクーラが先にボールを触る。ドリブルで変わってきます。出される、左に1人余っている、そこに出してくる。クロス、なんかクリーンだって右足だ。崩されました。エスペランサ同点。結構ですね、合わされてくる。いいボールだ。後ろから入ってくる。右足だ。この477番の2番からオーダーですけれども、ここは出たんですね。さあ、来たのが先に触れればというところ。さあ、ここはうまく、さあ、カベッタ。ああ、うまくまだカベッタが持つ。右足を振ってきた。出ました、ホドリゴ・カベッタ。俺がこの力。そして中井でホドリゴ・カベッタがいます。ここはちょっと緩んでいる。左足だ。エスペランサ SC サッカースクール、スクール生募集中です。のっしり、大船、鎌倉、3会場やっております。夏季限定コースもたくさん来ていただいてありがとうございました。まだまだたくさんの選手たちが来てくれるの待ってます。スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。今回はこちらです。ムックロ
ムクロっていうのは、筋肉っていう意味です、筋肉サッカー選手ね大事なのでたくさんトレーニングして、強い体を身につけていきましょう。今週末の予定です。今週末はトップカントリーグ、ホームカモメパークで、日曜日6時キックオフです。たくさんの応援をお願いします。またセカンドの県3部リーグ、こちら土曜日夜ロンタウンで、あります。ぜひこちらも、応援をお願いします。15の高窓、21のプレミアも、ありますのでぜひ応援をお願いします。今回のエスペランサ TV は以上です。また来週も見てください。さよなら。